はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、トランスフォートフィーバー2ですけど、前回言った通りね、こちら森から製材所にまで運んで、製材所からこっちに戻して、でここの工具工場に入れて、工具をここのね、富山と岐阜、こちらの方にね、あと滋賀ですね、送ってみようかという感じですね。で他にもね、いろいろやってみたいとは思うんですけどね、ただね、これがね、いろいろ大変なんですよね。まあとりあえずね、ここにも工具工場あるんですけど、これはね、こっちの大阪とか和歌山、こっち方面にね使いたいんでね、なのでわざわざね、あっちの方まで行って加工するぞっていう感じなんですよ。でいろいろ物資を投入していきたいけど、複合的に考えるんじゃないで、とりあえず一つ一つやっていかねえとパニックになるなっていうのが分かったんで、まあとりあえず今回はね、その工具にねフォーカスしてやっていきたいと思います。で時間が余ったらね、他の品物、例えて言うとね、そうですね、ここのギアだから、この機械ですかね、そうですね、この機械をこっちのね富山に入ってないので、まあ富山の方に入れてみたりとか、余ったやつをね岐阜に入れてみたりとか、まあそんな感じでやっていきたいと思います。はい、ってことで今回はそんな感じで進めていきますので、本日もよろしくお願いします。はい、じゃあね、まず早速ね、港の整備をしましょうか。あ、ここはもう使われてるんですね。岐阜森使われてますね。なんで富山森、富山じゃなく滋賀森さん、このね2つからね行きましょうか。なのでまず最初にね、とりあえず港を作りたいと思います。はい、まずはね貨物港からですね。はい、貨物港設定です。とりあえずこれでいいかな。はい、であと道路ですね。道路はね一応必要になるんですよね。理由としては、まあこれでね、一応こことここが接続されたよって感じになります。ハイライトされましたよね。だけどここだけじゃ足んなくなると思うので、最終的には。なのでまあこっちの方にもね接続しといて、まあ、ゆくゆくはねこっちにもトラック輸送するぞっていう感じです、ここまで。はい、とりあえずこれで OK ですね。で船は向こうで買いましょうか。まあいいや。で受け手の方ですね、ここですね。はい、ここも接続しましょう。こっちにも貨物庫を作ります。はい、これで、あ、一応範囲に入ってますね。よかったよかった。はい、じゃあね、早速航路を設定しましょう。あれ、どうだっけ、ここだ。ここから、あれ、あ、ここか。はい、でここはね、愛知製材所としときましょうか。はい、こっちも愛知製材所で、あれ、どこだったっけ、港、あったあったあった、ここで買えるんですよね。さあ木材運搬には何がいいかですよね。とりあえずね、モッドの船とかもいろいろ用意はされてるんですけど、すさまじいねこれ。1252積めるよ、とんでもねえ容量だな。しかも43キロ出んのかよ。まあとりあえず無難なのはこれでしょうね。30キロ出て326乗る。とりあえずこれからやりましょうか。愛知製材所、え、大型船が入る経路はありません。なんで、深さが足んねえってわけじゃないでしょう。あ、そういうことか。すいませんすいませんね。
このここが小さすぎるんですね。要は大型専用の船着き場を用意しなくちゃいけねえってことですよ。はい、これで多分大丈夫でしょう。多分ね。で、あとこっちにもね、大きな鳩場を建設と。あれ？どこだ？あ、ここか。あ、ちゃ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 、これはちょっとさすがに気持ち悪い気持ち悪い。はい、これで多分大丈夫でしょう。多分ね。あれ？ダメ？まだダメ？はい、ダメな理由が分かりましたよ。これですよ、これ。これを設定しないとダメなんですね。これで多分大丈夫でしょう。はい。あれ？これの2か。はい、これで多分大丈夫でしょう。多分ね、本当に。はい、OK です。はい、ってことでね、新しく木材運搬でね、配置された船です。閉まってる閉まってる、まだできる前から。いやいやいや、だいぶ方向転換があれだな。これはね、未だに動いてますよね。あの麦工場にね、もう数百年にわたって麦を送り続けてる船ですよ。はい、でこっちの製材所どうだ。もう納品つうか始まってますよね。あ、これじゃない、これじゃない、こっちだこっちだ、始まってますね。で一応ね、マネジメントラインとして愛知製材所や富山港、これはね満載にしてから出港させましょう。もう10ヶ月経ってんだよ。10ヶ月経ってんのに、あ、10ヶ月も経ってねえか、買って10ヶ月経ったんだな。でももう数ヶ月経ってるな。1年以上かかって多分往復するようになるでしょうね。でこっちの港のキャパシティってどうなってんだろうね。336しか入んねえのか。で今どこに来てんのよ。まだここなんかだいぶ右往左往してるね。しかしね、これ成果が出るのね、いつになるんだって話ですよね。列車で送った方がやっぱ早いのかな。まあ間違いなく列車で送った方が早いのは間違いないんでしょうけどね。で次の加工するところがどこにするかですよ。工具工場どこにあるよ。工具工場ここか。じゃあここの、やっぱここに港に陸揚げするか。今のうちにね、整備しときましょうね。はい、こっちの上陸場を作って、はい、これで OK ですね。あとね、いざ配達するとなったらこっからね、貨物駅を建設すればいいわけですよ。これなんだろう、長野貨物ターミナルライン。超赤字ですね。超赤字。なんでこんな赤字なんだ。消費者、まあいいや、赤字路線が1個ぐらいあったって関係ねえや。はい、であとはね、新しい路線としてこっちの3番からすげえ距離あるよね。こっちの富山港じゃねえな。あ、いいのか、ここでいいんだよな。あれ、なんか旅客船になってるぞ。
なんかおかしいことになってる。これが違うのか。貨物の方でやんないとダメなのね。で、上陸場でこうか。 OK ですね。で、富山港の3、これで OK ですね。で、ここが工具工場と、はい、完成です。で、ちょっとね、船がやっぱ足りてないんでね、もう一隻ね、同じの、つうか2隻ずつ追加する。まあ1隻でいいか、とりあえずは。このバルゴタグボート、もう1隻を購入して、これはまず緑ですよね、同じところに投入します。愛知製材所で、もう一隻購入したやつは赤にしときましょうか。で、これは滋賀工具工場、はい、これで OK ですね。滋賀工具工場はね、しばらくね、港に留め置かれるでしょうけどね。いってらっしゃい。これはもう南行きですね。こっちは北行き、あっちの方ね。で、こっちの滋賀工具工場を愛知製材所で積むは満載で待っとけば、とりあえずね、たまるまでは出港していかないんでね、大丈夫でしょう、多分